こんにちは。幸福実現党の金城達郎でございます。私は現在恩納村仲間に住んでおります。48歳です。妻と長男3人家族でございます。私の父は大宜味村の出身、母は金町の出身でございます。この3区のヤンバルッコでございます。私が初めて政治を志したのは3年前の衆議院選挙のことでございました。その頃迫り来る中国の脅威ということを私は常日頃感じておりましたので、選挙に出馬するに際して外交安全保障というものを第一の公約に掲げて立候補する方があまりにも少ない、ほとんどいらっしゃらないということを不思議に思い、私はまず中国の脅威から沖縄日本を守るということを選挙の争点として掲げ立候補させていただきました。この意思は今も変わりません。ですからその後2010年参議院選挙、沖縄県知事選挙、そして今回の衆議院選挙と4回目の出馬ということになりますけれども、一貫して県民の皆様、国民の生命、財産、安全、自由を守るために戦ってまいります。国民、県民を守る気概を持った政治家が出なければならない時に今来ていると思います。ぜひ私もそういう政治家を目指して頑張ってまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。